Peggy 12. スタジオジブリが本格的にっていうか割と深い感じで、ゲームに関わったのは今回が初めてだと思います。なんか今までのアニメーションの作り方とはそう変わったことはしてないんです。 This savior, I will taint his heart with the blackness of despair.スタジオジブリの鈴木さん、鈴木プロデューサーから、こういう話があるんだというふうなことを、まあ、初めに聞いていたんですけど、そしてその数日後に、レベル5の、日野さんはじめ、スタッフ何人かの方がスタジオジブリの方に来られて、このゲームの、まあ、プレゼンテーションを、まあ、してくれたわけですね。でその時にそのまあ、その日野さんのなんていうかな熱い思いっていうのかな、そういうのをすごくその時に感じましたね。なんていうんですかね、こうクリエイティブをやる上での一つの目標みたいなものに常になっているので、スタジオジブリのようにこうなんか作品の中にこう温かいものを入れたいとか、常にそういうことを意識するような、そういう作品、そういう作品を生み出しているスタジオなので、美術ボードっていうかな、美術のスタイルもこちらに決めて、まあそういうふうなことをやるっていうのは結局その、普段僕らがやってるアニメーションを作る工程とそんなに違わなくてね、だからなんかその普通にアニメーションを作るような感じで、で僕が、演出あ、まあ、監督として頭に立ってそのアニメーションの映画を作るっていう、そういう感覚で進めましたね。なんか分からないけど、多分ね、自分の中になんかね蓄積されてる何かがあると思うんですよ。それであのシナリオを読んで、ある言葉にすごくこう引っかかりを持って、そこからなんか自分の中に溜まってるものを出すっていうような感じじゃないと思うんですよ。何か特別な何かこうっていうんじゃなくて、なんか難しい。とにかくその絵コンテを描き始めると、乗ってくるとですね、ワンカット描いてきますね。1コマずつ描いていくと次のコマがね自然に浮かんできますよね。浮かんでくるん ですよ。いろんなこう作品の個性を形作る上で重要な部分を一緒に考えさせてもらってます。あとはですね、その作品を一緒に作るというプロセスの中では、今回アニメーションのパートを中心的にやっていただいたその百瀬監督に、非常に細かいそのシーン演出をしていただいているので、そういうところでその普段描かないようなキャラクターを、描くこともあったし、で書くこともできたし、なんかそういうことにこう関われたっていうのはなんか面白かったですね。で意外とだからアニメーションやっててジブリもファンタジーものやってるんだろうから、なんかこうそういうものは書いてるんだろうと思われがちですけど、意外とねあそこまでこう、なんだろうな、こうああいうテイストのキャラクターっていうのは意外とないんですよね。だから新鮮だったですね。それでキャラクターに関しては線の数を少なくして、まあ、できるだけシンプルに見せるようにして、まあ、セルシェーディングとか輪郭線には技術的にはかなり苦労して、いいものができたと思ってます。とにかくプレイヤーが操作できなくなるということが極力ないようにというのを努めてきました。本当に一つ一つ地味に作ってきたところなんですけれども、例えば宝箱を開けたときにこう、
何々のアイテムを手に入れましたなんてメッセージが出て、通常のゲームであればそのメッセージを閉じてから動き出せるようになるんですけれども、そのメッセージが出てる間にももうすぐに動き出せるようにしたり、それによってその結果国内版でプレイしていただいたユーザーさんからは遊びやすいというような意見もいただくことができまして、背景に関しては色味を、深い色味を出したり、できるだけポリゴンに見えないように一枚絵のように見えるように心がけました。まずはCG であるということを感じさせないということでしょうね。それと、ユーザーに対して情景を感じさせるということが最大の目標でした。それからまずそのクオリティとしては、どこを切り取っても絵画のようなそのクオリティが成立するというか、それくらいの意気込みで作った感じです。またジブリの美しい世界が広がりますので、ここまた冒険したいと思うと考えました。でそれで今回一番気をつけたのがマップ一つ一つの広さというものを調整して、ユーザーにいいタイミングで新しい場所に行けるような、調整をすることで、長くプレイしていても、また新しい世界が広がりますので常に熱中してゲームを進めることができると考えて、それを目標としました。RPG なので、バトルっていうのが重要になってくるんですけど、フィールド上にはいろんなモンスターがうろうろしてるんですよね。それにぶつかることでバトルが始まるんですけど、このバトルがかなり特徴的になっておりまして、最初は敵として出てくるモンスターを自分の仲間にして自分で使うことができるんですね。それはイマージェンって言うんですけど、そのイマージェンを自分で使って戦わせて敵をやっつけるという仕組みになってます。それでイマージェンは、育成したり可愛がることでさらに強くなるし、ゲームの絵の作り方がですね、例えばスタジオジブリで作ってるアニメーションの映画のようなテイストで、出来上がってると思うんですね。ムービーシーンだけじゃなくて、そのゲームそのものがそういう風に出来上がってるんで、そのあたかもなんていうかな、アニメーションの映画の中に入り込めるっていうか、なんかアニメーションの映画の中で遊べるっていうかね、なんかそういう気分をなんか味わってもらうと、なんかより楽しめるんじゃないかなと思います。